2004年10月23日、68人が犠牲となった中越地震の発生から今月で20年を迎えます。甚大な被害を受け、全村避難を余儀なくされた長岡市の旧山古志村。その記録を伝える企画展が開かれています。伝えたい思いとは。長岡市の旧山古志村。日本の原風景が広がる山あいの集落を、あの日、激しい揺れが襲いました。2004年10月23日に発生した中越地震。旧山古志村は震度6強を観測。土砂崩れや道路の寸断が相次ぎました。あの日はね、天気がすごく良くて、やたら星空が綺麗だったという、それは印象的でしたね。そういうことがありましたね。AR に俯瞰してみるなんてことは、田中仁さん64歳、中越地震の経験を生かし、地域防災を支援する団体の代表を務めています。20年というのは地域の人にとっては短かったり長かったり、それぞれ思いがあると思うんですけれども、中越地震の発生から間もなく20年、山古志復興交流館オラタルでは今企画展が開かれています。地震の被害、そして復興の歩みを伝えるため、地震で陸の孤島となった山古志、暗闇の中奔走する一人の男性の姿がありました。役場庁舎が全く、使えない状況になりまして、危険で入れません。それで役場に災害対策本部を置くことはできませんので。旧山古志村の長島忠義村長です。村のトップとして全村避難を決断。住民たちはヘリコプターで住み慣れた村を離れました。厳しい状況だけども、よく頑張っていただいてるし、ふるさとを確保したいという思いがありますから、それに応えて私も頑張ります。企画展でも長島さんゆかりの品が並びます。頑張れと記されたノートは、長島さんが住民たちの声を聞きたいと当時の避難所に置かれたものです。帰ろう山古志へを合言葉に、山古志の再建に奔走した長島さん。紆余曲折というか、気持ちのアップダウンをしながら、なんとか復興していこうと。我々の先輩方が復興してきたこと、なんて言いますかね、証というか、そういったものをその改めて再確認していただきたい。山古志の20年の歩みを今に伝える企画展、来月4日まで開かれています。